ニンニン。はい。それニンニン。3万の差だって。ニンニン。ニンニン。ナウシカノです。はい。厳密の白です。はい。はい。やっていきましょう。半蔵。半蔵。中心化。中心化。ごめんなさい。はい。来ましたね、半蔵来ちゃいましたね。半蔵の変わった点からおっしゃっていきましょう。はい、重力ワープ。重力ワープ、はい、うん、変わんないんですよね。そう、神化でしたっけあれは。どっち神化かな、進化だったか分かんない。神化か進化、重力ワープだったんですけど。でただまあ SS3 、つきましたよと。つきました、はいはい、あ、神化だね。神化から SS3 色ついた、はいはい、で他にも変わった点がかなりありまして、うん、もともとね、アジン族でかなりヒットポイントがね、うん、半蔵低く設定されてたんですけど、うん、なんですけど今回重心化することによってヒットどんぐらい 24,384 ぐらいまで上がったんで、はい、まずヒットポイントが1個強化、うん、で他何が変わったかっていうと、うん、他のステータスも全部上がったんですよね。ステータスは高い、はい、めちゃくちゃ上がりました。スピードもちょっと20ぐらい上がって、攻撃力なんてもう3万超えましたね。超えてるね。いや、いいね、惨劇で。今まで友情がホーミング18だったんですよ。そうで友情の火力が出せないのが結構欠点になりつつあったんですけど、うん、今回貫通ホーミング8プラス、超強斬撃になったことによって、火力友情でも出せるようになりましたと、うん、はい。でまあね、長距離斬撃の威力、うん、気になっている方多いと思うんですけど、はい、ね、まあ、大体3400ぐらい、うん、3400でした、はいはい。で、まあ、進化桜のね、うん、あの砲撃型の斬撃をイメージしてもらえばほぼ一緒か、うん、一緒です。そうだね、う、普通に今まで長距離じゃない友情、ああ大体当たり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 、出るね。そう、今までの調教じゃない友情から調教の調教何々みたいなのあるじゃないですか、うん、になる時の友情って基本的に結構倍率かかってたんですよ、うん、調教になることによって、うん、なんですけど今回出た斬撃はそこまで倍率がかかってないようで、うん、期待よりは威力低かった。あれまたかよ。なんでまたかよこいつ。ごめんごめん。あれ、味、こいつは味のままなんだ。うん、味の、ね、またじゃん。ごめん、ロボット。また嫌われてるじゃん。マジ？はい。あ、まあいいじゃないですか。大丈夫ですよ。まあ、それでね、どんなもんかってのがあるから。そうですね。どんなもんかって別に連れてこないからいいでしょ。はい。で、SS が今まで、23ターン。うん。の、無敵 SS だったんですけど、はい、それが12プラス16になりました、うんうん、で今回短縮もついてるんでかなり打ちやすくなりましたよと、うん、溜まってないね。まあ、でもこのね、うん、実際のこの数値より単数よりかは早くね打ちます、うん、全然打てますよ。じゃあ1段階目いきましょう。1段階目いきましょう、はい、ごめんなさい、ちょっとシールドちょっと巻き込んじゃうけど、うん、はい、上に向かっておーい、いいね、クリティカルも強い、はいはい、おー、ね、うん、強い、まあ、斬撃もあったけど、そうね、うん、普通に出せるようになったね。でこれでこれ何1段階目のやつ、そう、見たいんですよ。確かに。ちょっとじゃあ、はい。まあでも、適当に言ってくれれば大丈夫ですよ。ここでもう1回敵の攻撃防いでますからね。ここで切れるかな、定石通りなら。あ、そうですね。あ、じゃあ、はい、一旦か。次の味方が動いた行動終了時かな。うん。うん、だから、敵の攻撃防げるのは1回だけということですね。撃った次の攻撃を防げる。はいはい。まあ、でもこれでもさ、次の攻撃防ぎたいときとかに狙って使えるから悪くはないですよね。一体はね、確実に防げるってことだから、うん、防げますね。これ短縮したいですね。短縮しよう。いやでも自分ね、うん、見た目好きなんだよ。ね、言ってましたよね、見た目好きって。うまい。OK。艦砲だね、艦砲いいね。割と艦隊性能も高いかも。これ、櫛田多分超強いと思うよ。確かに、ね。櫛田戦超強いと思います。はい。櫛田、もっと速くなるかもな。うん。斬撃貫通ホーミングなんだ。今までのでもその貫通ホーミングで艦隊組めたぜ、ウォッカとかはやっぱ貫通タイプだったから当たりやすいってなったけど、確かに、うん、どっちもどっちかな。でも安定だけでスピード求めないで安定クリアするなら下手にウォッカとか積むよりいいんじゃないかな、うん、はい、強いな斬撃。強い、斬撃やっぱ強いな。やっぱなんかね、うん、その重心が来てからサブでね、うん、斬撃がついたのは多分スタノーがね初めてだったあ、そうだね、斬撃はね、なんかあの時もなんか斬撃かみたいな最初になってたけど、うん、なったけどね、スタノーはやっぱ強いのも分かってて、それがさらにこれ威力高いやつだから十分弱くないわけない、うん、しかも遊撃つけれるのはでかいっすね。3000だから遊撃でかいね。上げ幅は少ないけど普通に狙っていいんじゃないかな、このヒット数とあれだったら、うん、ね、3000でこの威力だから普通にこれいい感じに今並んでるね、うん、並んでたね。スクショ案件だった、ね、今スクショ案件だった、はい、
これいいっすよね、適当で、うん、はい、じゃあ次打ちましょうよ。ああ確かに、ちょっと逃げます私。だって次がもうね、うん、一巡無敵か。そうだ、一巡もうできるやつだね。あ、まだだ。短縮しよう、短縮しましょう。来た、俺打てるじゃないですか。打とう、チャスだ。チャス打ってんじゃん。チャス打ったらこれ終わっちゃうよ。これチャス強いからね、チャスめっちゃ。やべえ、忘れてた。チャスマジンじゃん。なに、チャスマジンかよ。チャスマジンだよ。ストライクショット。チャスは魔族じゃないの。魔族じゃないんだ。チャスさんだよ。なんでこれでチャスさんにコミ打ってんすか。やんだ、確かに今まであんまりね、うん、チャスさんがどうのこうの僕ら言ってこなかったから、ね、うん、言ってこなかった、触れちゃいけない領域かなと思ったけど、ここいらで、確かに、うん、チャスさんにここいらでって何言われたか、計算で使ったのみたいな、うん、どうしようかな、下入っちゃっていいんじゃないですか、下入っていい、うん、これね、びっくりするよ、多分割と出ると思う。ニンニン3万の差だって2倍、なんかでしょ、やばいでしょこれ普通に。いや十分だって、十分十分、普通に十分。いやしかもこっから普通に、うん、そうだよね、だって26ターンでしょ、うん、だからアジンキラーでも大丈夫じゃん。28ターンだけど、うん、ね、多分 SS3 って考えたら20ターン前後で時強化と考えて、うん、一巡無敵ってやばいよ、やばいな、うん、これしばらく痛めないからね。これナシカさん打ったら、これまた打ったら自分もね、うん、無敵になれるよ。終わっちゃいそうだけどニンニン、はい、それニンニンなんだから、本当にこいつニンニンとか言わなそうだけど全然見た目見て。はい、ちょっとこれだったらね、やばい、2体も関係ないからね、キラー関係ないじゃん、キラー関係ないよ、ちょっとそれますね。そうだね、ちょっとわざと受けわざと受けましょう、ね、これ関係ない一瞬です、キラー関係ないってやばくない、うん、キラー関係ない、ほらほらほら見ました、チャスだけが、アジンキラー L をね、もうチャスは使えないからこれ、うん、チャスはしょうがない。あ、これチャスはしょうがない。あ、だからこれで、うん、あれでしょう、ちょっとやっちゃわないよ、これで切れると、うん、これでまだこれで、で次の攻撃受けで切れんだよね。 それすこれ交代具、これやばいよね、キラー2回無効できるってことでしょ、これダメをも突っ込めんじゃん。あ、お前はダメ、お前はダメ、お前はダメだよ。お前はダメだって突っ込んじゃん、次の味方が動いたもんね。やば、そうだよ、そこまでだから、これもクロマン、キラー受けたら負けたかもしれないからね今。そういや本当にそう、うん、これちょっと見せましたよ、ダメは受けない、確かに。これね、もう目つぶって、うん、ほら、うん、目つぶって、目つぶじゃダメだよ、あーっつって、なってもほらダメダメ、アンチは目つぶって目つぶった弊害出てたから、やばい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 、シャレにならんってこれ、マジで。目つぶっても、はいはい、オッケー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 、はい、目つぶったらあなるよと、うん、はい、目つぶなくても、一応その半蔵の SS 何が強いかっていうのを簡単に説明しておくと、うん、まあ今ご覧いただいた通り、撃つと自分の次の行動終わって、はい、敵の攻撃を、うん、が2回目、うん、受けるまで2周目か、うん、2周目受けるまで無敵化できるんですよ、うん、でこれ何がメリットかっていうと、うん、2周の間オールアンチみたいなもんなんですよ、うん、こいつダメージの受けない重力ワープに対応してるじゃないですか。でオールアンチで無効できるのって地雷とダメオがあるんですね。これダメージ系なんで両方とも無敵回生で無効できるんですよ。でもう1個強い点がこれからニードルパネル、うん、センサー、この辺も全部無効化できるんで、これがねかなり未来の価値もあると。プラスこれを艦隊性能とかで使っとき、貫通ホーミングでね、艦隊の性能も高いし、これかなりいいと思う。これかなりやばいと思うけど、ね、はい、俺強いと思いますこの子。一体でもそう、うん、一体でもあれだし、うん、艦隊だったらだってもういわゆるこれまでね、うん、即死攻撃多分7ターンとか8ターンで、はいはいはい、までにクリアしなければならない、ね、うん、クエストとかってもうクリアできなかったらねゲームオーバーになってたけど、うん、そこでもう3体とか4体ね、うん、うまいことタイミングがあって使えば、うん、またチャンスがあるというか。そう、まあ、何が強いかってできるし、あれですよね、だから1人2万5000とかで全体10万の即死爆発、うん、1体無敵になっとけば1体食らなきゃ7万5000とかで即死にならないとか、そもそもそう、もうそこの時点でね、うん、1体軽減でももうそんぐらいでかい幅でできるから、うん、でちょっとあれですよね、大げさに言えばアバロンのリワインドブラスターみたいな即死だったらこいつが壁になることで即死を防げるみたいな、確かにのもある。これね、無敵ってのはいいっすよね。なんか戦いの幅広がる気がするな、うん、面白いっすね、うん、ただまあめちゃくちゃ本当ぶっ壊れかっていうとそうでもない、うん、うん、なんか幅広く強いって感じですね。全体的になんか強めのステータスと、うん、万能タイプですごいいいやつが来たなって感じかな、うん、そうだからロキとかあのサタンみたいに超尖っていろんなところに ねバンバンいけるってわけじゃないけど、いけるとこだと相当強いと思います、うん、うん、
これ地味な壊れな気がする、うん、今後なんか、うん、なんかでもいい強化っすよね、めっちゃ、うん、めっちゃいい強化、ステータスも超好みだし、俺反射タイプだし SSG 強化だし、うん、自分使うと思います結構これいいな。なんか今までサブでイザナミとか入れてたところが全部こいつになるって感じですよね、おそらくね。確かに、うん、あれそうね、うん、強化無敵、うん、ただまあ無敵のターンこれは助けられること多いと思います、かなり今後これや無敵、うん、いやそうだと思うよ、うん、またなんか壁ドンとは違うやら、うん、やりはしないけどやられはしないような、うん、はいはいはい、でも結構今、うん、自強化のカンカンの威力も出てるから割と攻守に安定してんじゃないかな、うんうん、いややばいって、普通にだって SS2 段階目使った後4ターンよ、4ターンの間1体分の火ダメなくなるんですよ、これ結構やばいよ本当に、割とやばいと思いますこれ。2体だったら2体でしょ、普通の無敵回生とはまた話が違いますからね。でね、うん、まあ、皆さん結構ね、ローソンルシファー使われてると思いますけど、うん、もうそのあのバリアが、うん、ね、もうそれ壊れないバリアが、そうだ、ね、4ターン、ね、それなんだから、それが破格だよな、うん、それだけ結構、うん、まあ、どっちかというとね、ハンゾもともと割と割かしそのイザナミとかに埋もれて弱かったってイメージあるけど、これだって自強化倍率変わってないからね、2段階目と神々が、ね、うん、1.5 倍ぐらい、 1.5 倍ですよね確かね、なんでまあそう、普通に強かったのもまた認め直されてさらに強化もされたみたいなイメージがあります。ハンゾ先生でも良かったですね、かなり普通に強いキャラになってくれて良かった。俺はなんでハンゾなんだってなったけど、ナシカさん当ててましたよね、ライブ配信で。半蔵だよ、今日っつって。で、半蔵ですね。はい、でまたクシナとかでね、使ってみて、そうね、ギミックタイムのところで使ってみて、どうなるかと。うんうん、これなんか、いいよ。いや、うん、すごい、好きだな。いいっすね。性能も好きで、絵も好きって、結構お気に入りキャラになるやつじゃん。うん、はい。文句なし、私は。自分もなんか、あれかな。うん、うん、ただまあこれからなんかどこかでセッターあるかって言われてなんか微妙な性能になるけど、うんうん、まあ昨日はなんかまたね2周目の爆絶とか闘神とか出てきたらありそうだよね、うん、可能性はね、うん、これまでの受信かけらよりもなんか感じる、はいはいはい、無敵あってね、なんか接待じゃなくてもでもなんかね、うん、使えるような、うん、今後上がってくるようになるんじゃないかなって気がするな、うん、はいはいってことです。以上でした。はい、はい、でまあ持ってる方はね結構優先して中心化してもいいんじゃないでしょうか。かなり、まあ、自分も、ね、はい、まあ、見てる方もね、昔まあ忍者にちょっとなりたかったんですよ。だからちょうどね、はい、いいこの中心化半蔵でしたっていう人はぜひね、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターを与えてもやってますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ今回もねゲームイズ RPG スタジオ2からお送りしました、はい、お送りしました。ナウシカノでした。シロでした。ドロン、ありがとうございました。